それでは今日の祈祷会のお話を、終わりから始めると題しまして、丸山義弘先生より取り継いでいただきます。新約聖書75ページをどうぞお開きください。マルコによる福音書第14章3節から9節です。それでは司会者が代表して拝読いたします。イエスがベタニアで大病人シモンの家にいて食卓についておられた時、一人の女が非常に高価で純粋なナルドの香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。するとある人々が気取って互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にするのか。この香油を300デナリ以上にでも売って貧しい人たちに施すことができたのに。そして女を厳しく咎めた。するとイエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜ女を困らされるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるから、したいときにはいつでも良いことをしてやれる。しかし私はあなた方といつも一緒にいるわけではない。この女はできる限りのことをしたのだ。すなわち私の体に油を注いで、あらかじめ葬りの用意をしてくれたのである。よく聞きなさい。全世界のどこででも福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるであろう。こんばんは。一言お祈りいたします。天の父なる神様、今晩も祈りの勇者を集めてくださり、この場で祈りが捧げられますことを感謝します。その前に神様の御言葉が開けて光を放つこのひとときを感謝します。どうぞ聖霊様がお一人お一人の心にお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日の今読んでいただいた聖書箇所は、賛美歌でもね、ナルドの壺ならねとってあのメロディーでね、有名なところですね。でこのところは大変有名な箇所ですから、皆さんもご存知だと思いますけれども、なんか随分高価なあの香油を注いだっていうふうな話だなぐらいは分かるんですけれども、そこにその具体的に深い意味っていうのはどういうふうな意味なのかなっていうようなこと、そしてこの香油を捧げたマルタの妹のマリアですけれども、このマリアは一体どういうイエス様と出会ったのかと、また、そのことは私たちのこの現在の生活とどういうふうに関わりを持つのかというふうなことをですね、このひとときご一緒に学んでいきたいというふうに思います。それで、聖書を読んでいただきましたけれど もうベタニア村の雷病人シモンの家のところに食事の席があったというふうなことで、この雷病人シモンといいますのは、そのもう病気が癒されたとまでは書いてないですけど、おそらくイエス様によって癒されて元雷病人だったシモンという人でしょう。でベタニア村というふうなところになりますと、もうこれはもうね、あのマルタ、マリア、ラザロ、この3人の兄弟は欠かせないですね。でこの人たちがイエス様がベタニアに来られるというんでしたら、放っておかないわけですよ。でわざわざそのシモンの家に行って、そして、得意なことをやるわけだね。お姉さんのマルタはおもてなしが得意でしたから、おもてなしをしていると。でこの妹の、ラザロは何もしてない、よみがえらせてもらっただけでそこにいたと、おそらくいろんな人から話聞かれて話をしていたんでしょうけれども、でこのマリアという妹は、ちょうどその前 あのお話でも お姉さんが一生懸命お料理をしているのに、ただイエス様の御そばに座って御言葉を聞いていたと、それが神様を愛する愛だというふうな、そういうふうなお話がありましたけれども、このそういうふうにね、期待されたことをしない人だったんですね、このマリアという人は。そしてこう自分のね、このピタッ
とこうするその考えをこれを行っていたというふうなことで、まあこの場でもこのマリアは大変なことをしたというわけでありますね。それはもうすでに皆さんご存知の通り、非常に高価なナルドの香油をその瓶を割りましてですね、そしてイエス様にこう注いだというふうなお話であります。で、皆さんのレジュメを開いていただきますと、一番にナルドの香油というふうにありますけれども、そこにマルタの妹のマリアのことが書いてあります。でルカの10章の39節のところでは、御言葉に聞くというふうなことで、非常にこう霊的な識別力というふうなものが高いというふうな人でありました。ですからイエス様がもう間もなくお亡くなりになるというふうなことを彼女は分かっちゃったんですよね。非常にこの直感が鋭いと言いますか、霊的な力があると言いますか、それで高価な香油を捧げるというふうな、そういうふうなことをしたわけです。で、どのくらい高価かというふうなことですと、計算しました。皆さんレジュメ B の1括弧のところ、最安でも197万2800円という金額が出ておりますけれども、これどういうふうなことかというとね、最低時給、これ山形県の今の最低時給ですよ、時給822円が最低です。これもう少し上がるらしいね、今円安でどうのこうのっていうふうになってますから、もうちょっと上がるんですけど、また東京とかね、他の地区は地域は違いますよ。東京なんかもうずっと前から1000円以上ですけどね、まあ、例えば山形県にベタニア村があったとしたら、最低時給822円です。かける1日8時間労働したとします。で、300デナリっていうふうな数字から、1日1デナリが当時の成人男子の日当だったので、まあ、これは300日働いたというふうなことで、その計算式で197万2800円というふうな、最低だよこれ、最低でもね、だから2、300万はするっていうふうな、非常に高価な油だったわけです。まあ、ですからこれは女性の結婚のための準備品ですね、結婚資金、まあ、そういうふうなものであったわけです。これをもう惜しげもなくその場でパシッと割って、そしてイエス様にこう振りかけたっていうふうなことをこのマリアはしたんですね。で、まあそのお礼感謝っていうふうな意味を表すならば、弟ラザロを生き返らせていただいたわけですから、まあこれはね、もう感謝あふれますよね。でもその感謝ありがたいねっていうふうなものを表すというふうなことで、それは何かおもてなしをするとか、贈り物をするっていうふうなことはありますけれども、これはでもちょっとね、2、300万はすごすぎるね。せいぜいモナカ一箱ぐらいでいいんじゃないかななんていうふうに私は思うんですけども、だからやりすぎじゃないかって思うくらいのことをしたっていうことは、お礼や感謝っていう意味ではないね、それ以上ですね。まあ、ですからそれはその B の三角形に書きましたけれども、これはイエス様の葬りの準備であったというわけです。また実際これイエス様もこの後で認めておられるわけです。で、マリアは気がついたんだね。イエス様は全人類の罪の身代わりとなって死ぬんだというふうなことをこのピーンと来たわけですよ。ですから葬りのために最も良いものを捧げようっていうふうに、そういうふうにしたというわけです。で、マリア以外の誰もが気がつかなかったかといいますと、そんなことはないはずで、例えばその受難告知というものをイエス様は弟子たちに3回言っております。で、3回言われているんだけれども、弟子たちっていうのはそのね、それを受け入れていないんですね。鼻からもう、まあ、そんなことはありませんと、こういうふうに拒絶していたというわけです。まあ、でもそれは分かります。もうこのイエス様がこの世の救い主メシアとして来られたということは、ユダヤ人にとりましてはそれは王様になるというふうなことですから。ですからこの方が王様になって、私たちはその側近として、まあ出世といったら何なんですけれども、高い地位につくね、まあそういうふうなことを思い描いてイエス様のもとに来たわけですから、そのイエス様が死んでしまうなんていうことは、そんなもう考えもできないというふうなことです。それがマタイの16章の22節、そこの一番下のところの御言葉をお読みします。
するとペテロはイエスを脇へ引き寄せていさめ始め、主よ、とんでもないことです、そんなことがあるはずはございませんと、ね、まあ本当にもう何言ってるんですかイエス様というふうなことだったわけですね。ですから言っても信じない弟子たちがいる片一方で、何にも言われないんだけれども分かってしまったと言いますかね、そういうマリアがいたんです。で、分かったというよりもね、これマリアの心は御心を受け入れる非常にこの柔軟な柔らかい心の持ち主だったので、スッと受け入れるっていうふうなことができたわけですね。まあ、その神様の御心を受け入れる、でそれが私たちにとって都合の悪い不都合なことであったとしても、それをスッと受け入れる、でそれはどういうふうにしたらということで、ちょっとまあ右側のその2番のところに行くんですけども、その話をする前に有名な道は開けるっていう有名な本があるんですね。デール・カーネギーっていう人が書いた問題解決、悩みの解決するってアメリカの非常に古典的な自己啓発の本なんですね。日本語の題は道は開けるなんですけど、英語の現代の方を見ますと元の題は How to stop worrying and start living ですから、悩みをやめて新しく生き始める方法やり方っていう非常にこう率直なタイトルですね。その中でね、最悪を受け入れると悩みっていうのは解決しますよっていうふうな、そういう項目があるんです。でどういうふうなことかっていうと、その3段階がそこに書いてある書きましたけど、まずね、起こりうる最悪を予測する、そしてその最悪を受け入れる、そしてその最悪を少しでも良いものにするために集中する、そうすると悩みの大半は消えてなくなりますよっていうふうな、そういうふうな昔からあるそういう知恵なんですね。で実例がその本の中に書いてありまして、そのある人がね、まあ、ガスの浄化装置をね納める、そういうふうな研究職の人なんですけど、新しい工場に納めた2万ドルのそういう装置だったって言うんですよ。まあ、2万ドル、今円安だから1ドル150円だと考えれば300万円だね、まあ、そういうふうなのをこうつけたと、ところがね、やっぱうまくいかないって言うんですよね。それでもうね、いやどうしたらいいんだろうって頭がガーンとくるようなショックを受けて落ち込んじゃったわけよ。で大体そういうふうになってくると、もう否定的なことしかぐるぐる回らないよね。まあ、大体そういうふうにして時間を費やして、体もどん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 影響を受けてね、っていうふうなことになるわけであります。でこの人がそのデール・カーネギーの教室に来ていて、そうだと、それで彼はね、まず第一番目に起こりうる最悪を予測したわけです。最悪ってなんだと、失業だなと、まあ、クビになるなと、ね、まあ、それがもう最悪だと、そして2万ドル300万損するな、これが最悪で、その最悪を受け入れるっていうのはその次なのね。よしと、分かったと、じゃあまずその2万ドル損もう取り返せないと思いましょうと、そして、会社もクビになると、責任取って辞めさせられると、もうしょうがないと、受け入れましたってこういうふうにやるんですね。で受け入れた後で、じゃあそれを少しでも良くするためには、例えば2万ドル例えば300万損するんだけども、まあ30万10分の1の30万ぐらいでも回収できないかんぐらいにね、そういうふうにこう考えて、少しでも良くするためにはどうしたらいいだろうかっていうふうに、そういうふうにこう考える。でどうしようどうしようっていうふうに思ってるうちって頭回らないんですよね。全然頭って回らない、もう最悪のことして、もう最悪のことしか考えられないから、ぐる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 堂々巡りしますね。ところがね、いっぺん受け入れると気が楽になるんですよ。まあしょうがないっていうふうにストーンと気が楽になって平和になりますね。そうするとね、頭が回転し始めるんですね。でこの人はね、どうしたらいいだろうかっていうふうに考えたら、あと5000ドルこう修理するっていうふうな、その装置をつければなんとかなるんじゃないかというふうなところに知恵が回って、それで2万ドル損する代わりに1万5000ドル儲けたっていうふうな、まあ、そういうふうなお話が、あるんですね。ですから悩んでいる時っていうのは集中力もなくなるし、思考力もね、もう回らなくなるし、決断もできなくなるしというふうなことで、まず最悪を受け入れなさいというふうな、
そういうふうな悩みの解決法っていうのがこうあります。でね、実を言うとね、マリアもね、それをやってるわけですよ。まず皆さん最悪受け入れると気持ち楽になるから、そこからあの問題消えないですよ皆さん、ね、最悪受け入れろって言って丸山先生から聞いたから、じゃあ受け入れますと、そしたら問題きれいさっぱりなくなりましたっていうふうに、まあ、そういうこともあるね、そういうこともある確かに。で、私たちは 神様どうかあのことだけは起きませんようにって、こういうふうに今日も一生懸命祈ろうって思う人いらっしゃるかもしれない。で、神様愛の方で憐れみの深いお方だから、憐れみでもってその祈りにね、本当にそうしてもらうっていうことを私も体験しました。あのうちの実家の母親が80になりましてね、もうだいぶ老化が進んだ。それでも実家に犬がいまして、ビーグル犬で猟犬なのよ。で、これを散歩に連れてくんだけど、もうどう考えても80のばあさんがもう元気の猟犬ピャーもうね、もう引っ張られてるっていう、犬を散歩に連れているっていうんじゃなくて、犬に引かれて散歩させてもらってるっていうふうな感じだったわけ。はあ、もうああやってね、こうパーッと犬が逃げてったらどうしようとかね、もう最悪はもうね、もう母親が転んで骨折して寝たきりになって手術してとかって、こういうふうなことを考えて、神様どうかそのことだけは起きないように、最悪の事態だけは起きませんようにっていうふうに、どうか転ばないで散歩できますようにってお祈りしてたの。そしたらね、神様の答えは不思議だったね。どういうふうになったかって言いますとね、犬がねメタボになったの。老化現象なんでしょうかね、ドッグフードが良すぎたのかね、メタボになっちゃったのよ、猟犬か、ビーグル犬か。だから今までね、ピャーッと走ってた犬が、もったよったよったよったって、こういうふうに歩くようになったんですね。だから自然にもうちゃんと80のおばあさんでも、こうちゃんとこう散歩ができるようになったという、そういうこともあるよ、そういうこともある。でも皆さんね、いつもね、神様最悪だけは起こさないでくださいっていうふうに、そういうふうに祈っても、やっぱりそれはね、毎回そういうふうになるとは限らないですよ。やっぱりね、心配することっていうのは、あなたが予想していることってのは起きうることだから、やっぱり起こりますよ、そういうふうなことはね。それでね、マリアはどういうふうに考えたかって言いますと、まずイエス最悪を予測、つまりね、イエス様の死っていうのをね、予知したわけ。もうこれはもうその十字架につくもう 2,3 日前ですから、あ、もうお亡くなりになられるんだと。で、2番目はその最悪を受け入れるということね、お亡くなりになるんだ、もうこれはもう死ぬんだと。それで、じゃあそのために何か最善、何かできるだけのことをして差し上げたいということで、彼女は最も良いものをイエス様に捧げようというふうなことで、ナルドの香油を捧げたというわけです。で、これはマリアだけが葬りの準備ができた唯一の人です。みんなそんなふうなことはできなかった。で、終わったそのイエス様が十字架についた後に大急ぎでやるしかありませんでした。ヨハネによる福音書の19章のところ、ちょっと開けていただけますか。ヨハネによる福音書の19章の38節、新約聖書、口語訳聖書ですと175ページです。こういうふうに書いてあります。ヨハネの19章の38節、その後ユダヤ人をはばかって密かにイエスの弟子となったアリマタヤのヨセフという人がイエスの死体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトはそれを許したので、彼はイエスの死体を取り下ろしに行った。で、また前に夜イエスの身元に行ったニコデモも、もつ薬と沈香と混ぜたものを100斤ほど持ってきたというふうにありますね。まあ、大体こう30キログラムというふうな重さだそうです。すごいですね。まあ、もつ薬と沈香、まあ、アロエというふうにも書いてある聖書ございますね。で、40節、彼らはイエスの死体を取り下ろし、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料を入れて天布で巻いた。イエスが十字架にかけられたところには一つの園があり、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であったので、その墓が近くにあったため、イエスをそこに納めたとあります。これ、アリマタヤのヨセフというお金持ちのお墓であったというふうに言われています。で、イエス様が十字架について亡くなられたのは午後3時、そして日没が夕方6時まで、まああと 2,3 時間ですね。で、その夕方6時、夕となり朝となったというふうなことで、ユダヤでは夕方から次の日が始まりますので、金曜日十字架について、金曜日の我々が言っている午後6時からが土曜日になります。そこから安息日、何にもそういう仕事しちゃいけない、休まないといけないというふうな日です。
ですからその3時から日没の6時までのこの3時間の間で大急ぎでやんなきゃいけなかった、ね、もうだからもうあーあーあーとしてこういうふうにしてねってこう収めるっていうふうな、まるでね亡くなったそのご遺体をロッカールームにヒュンと入れてあと終わって帰ってきたみたいなもんですよ。もうだからもう女性からしたらもうとてもそんなことはね、もっと手厚くというふうなことで土曜日が終わってその日曜日の早朝に、まあ、この20章のところを見ますとね、一週の初めの日にっていうのはそういうことですね。で、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアが墓に行くとっていうふうなことで、マグダラのマリア、また女たちがそのお墓に行ってきちんとしてあげたいっていうふうに、まあ、そういうふうにしたわけですね。でできなかったよそれは、もうイエス様復活したから。で葬りの準備ができたのはですから、ここのマルタ、あのマルタの妹のマリアだけなんです。全人類の中でただ一人そういうふうなことができたわけですね。でイエス様はこのマリアのやり方を非常に褒められました。レジュメの、あの2の C の一番下のところですけれども、6節には私に良いことをしてくれたのだと、8節にはこの女はできる限りのことをしたのだ、9節には全世界のどこででも福音が述べ伝えられるところではこの女のしたことも記念として語られるであろうというふうにイエス様はね、べた褒めですね。まあ、自分が何のためにこの世に来たかというふうなことを理解してその真意を分かってくれたということで、まあ、イエス様としても非常にこれは嬉しかったというわけですね。まあ、御心を受け入れるっていうのは、まあ、このマリアのイエス様にしたっていうふうなことをこのところから言えることは、最悪のところ人間っていうのは歩まされるそういうふうな時というふうなものはございます。でもそれは神様の御心ですからというふうにしてマリアは受け入れるわけですよ。で私たちも同じそういうふうな時っていうのがあります。で神様はね、そうやってね取ってきてくれるっていうことをこういうふうに喜んでくださるわけですね。よく私の思いを分かってくれて取ってきてくれたねと。でこのマリアが称賛されたように私たちも称賛されて神様と共に喜びを分かち合える、そういうイエス様との出会いっていうことをすることができます。それが最後の3番目ですけども、私たちが学ぶべきことは終わりは始まりだというふうなことですね。終わりは始まりというふうなことです。で今日 の私のメッセージをお聞きになられて、そしてなるほどと、まあ、今の状況を我慢して、ね、もう最悪を受け入れ直そうとしないで、ね、まあ、これはもう最悪なんだからしょうがないんだと、直そうとしないでもう頑張り抜くっていうことだなという、そういうふうに理解していただくと困るわけなんです。私はそういうふうなことを皆さんにお伝えしているのではないわけです。で神の世界を歩んでいく時のコツは終わりを始まりとするというふうなことです。これはマリアを通して私たちが学ぶべきことなんですね。でまず初級コースからいきます。それは何かと言いますと、その A のゴールからスタートを見る練習ですね。ゴールからスタートを見る練習、聖書の、私たちはその普通はスタート地点からゴール見ていくんだけど、聖書の世界というのはゴールからスタートを見るっていうふうな、そういうふうな世界なんですね。もうですから祝福のゴールをまず思い描いて、ね、きっとこうなるっていうふうな祝福のゴールを思い描いて、そしてそのゴール、その、まあ、つまり最善のシナリオを作成して、そのゴールから今の方を見て、そしてそのスタートから今ゴールにいるここのところまでどういうふうに歩むのっていうふうにこう見ていくっていうのが、これがまず第1番目ですね。初級コースですよ。まあ、例えば1年後に受験があるとしましょう、ね、今から1年後だと、ね、でもうね入ったっていうふうにね、 そこのゴールにいる、もう入っちゃ いちゃうわけ。もう祝福のゴール、入った、合格した、ね、それでやった。でこのね
今の自分がその未来の自分入ったっていうふうな未来の自分に尋ねるんですよ。なんで入れたの？なんで合格できたの？そうすると未来の自分がこういうふうに答えるわけよ。夏休みまでどこそこのあの範囲までやった頑張ったっていうふうなところが合格の鍵だったんだよっていうふうに今の自分に言うわけね。なるほどと。で今の自分はじゃあ夏休みまで頑張ろうっていうふうにして一生懸命やるっていうふうなわけ。こういうふうなことね。ね。もう一回言いますよ。なんかね狐につままれたみたいな顔してる人いらっしゃいますからね。ね。普通は1年先のゴールを目指して入るぞ頑張るぞっていうふうにやるわけですよ。ね。でももうすでに入ったっていうふうなところから今を見るわけ。ね。そしてなんで入れたの？ね。でカッカクシカジカこうだったからだよ。ということでじゃあ現在の自分はそれをやっていくっていうふうな、でそうすると入れるんだから ね。でね皆さんねこういうふうな話、私山形 の礼拝説教でこう話したのよ。そしたらね私をね恨めしそうに見つめるね人がいるのよ。ねさっぱりわかんない、何言ってんだってね、うちの夫はそんなことで変わんないぞみたいな、そういうふうな ね。で陽子さんって名前にしましょうかね。それでね陽子さんと分かりましたと、で彼女と話をするわけ。そのね、うちの夫はいつになったら洗礼を受けてくれるのかというふうなことなわけ、まあ、ずっと祈ってらっしゃるのそのことね。それで陽子さんと、だからまずねどうやったらその受けるんだっていうんじゃなくて、もう洗礼式があって、その洗礼式ではもうね祝福の涙をハラ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 とこう流してね、あやったお父さんあなたと一緒にねこれで天国、二人で天国行けるわってこういうふうに喜んでいるっていうゴールを思い描くのって、そしてその未来の自分に問うわけよ、ね、どうしてうちの旦那はそんなにね簡単に洗礼を受けるようになったのっていうふうに聞くと、未来の自分はねきっと答えてくれますよっていうふうに私言うわけ、ね、さあ未来の自分は何て言ってますか陽子さんっていうふうに言うわけよね。そうするとね、ああっていうふうに ね、もう全然進まないんだわ。で私ね代わりに言った、夫の小さいことにいちいち口を出さないで忍耐を続けていたからだと思いますってこういうふうに ね、私からそういうふうに見えるから、ね、そういうふうにね怒って、あなるほどそうかって、まあ、そういうふうにおっしゃってましたけれども、ゴールからスタートを見るのよ、ね、そして未来の自分に聞くわけ、なんでそうできたの？そうすると未来の自分は答えるから、だから現在の自分はその通りにじゃあ やっていくっていうふうにね、これが祝福を思い描いていく終わりから始めるということです。でこれが初級コースって言ったのは次のね、マリアが行ったそのやり方ってのは難しいから、これは上級コースですね。それはマリアはどういうふうにやったかっていうと、その3番の B のところに書きましたけれども、自分の思いを神の御心に服従させるというふうなやり方だからです。で最初の初級コースは最善のシナリオを描く、でも上級コースは最悪のシナリオを描かないといけません。まあね、人生思い通りにならない、最善のシナリオを描いてもね思い通りにならないなんていうようなことは山ほどあるわけですよ、ね、まあ自分の願い通りにならないですよね。で最悪のシナリオを作成しなければならないというふうな、そういうふうな時があります。でその時はね、最悪、自分の思い通りにならない、でも最悪と思える現実を受け入れるんですよ。でそれはイエス様がこのような祈りで祈られたことです。ルカによる福音書の22章の42節、そこにありますがお読みします。父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください、しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください、こういう祈りですね。で最悪だ、なんでだっていうふうに思う時っていうのは人生の中で何度もあります。また皆さんそういうふうなところを通過して来ない方がおかしいですよ。それくらい人生っていうのはやりがいがあります。なかなか自分の思い通りっていうのは進まない、でも神様このことを通してさらなる祝福に私を導いていてくださるんですよねって、その一点だけは、そこだけは外さないで、ね、ああでもないこうでもないっていうふうにね思いながら
愚痴をこぼしながら弱音を吐きながらでも、神様このことをどうしてさらなる祝福に私を導いていてくださっているのですねっていうふうなところだけ外さないで進んでいくときに、神様はあなたを一歩一歩導いてくださいます。で、御心に沿った方向で自分なりの最善を考えながら、きっとこういうふうに言ったらいいんじゃないか、ああいうふうに言ったらいいんじゃないかっていうふうに思いながら一歩一歩行ったり来たりしながら進んでいくっていうのが、まあ、これがクリスチャンの現実の信仰生活の在り方であると思います。で、一直線右肩上がりにスーッと行かなくて、ね、上がったり下がったり上がったり下がったり、あっち行ったり逆戻りしたりというふうなことを繰り返しながらです。でもね、そうやってね、御心に沿った方向だっていうふうに思いながら自分なりの最善、結局それは神の最善とは違ってるんですよ。でもそういうふうなこう進んでいくときに、やっぱその先にあるのがやっぱ神様の最善だね、うん、ああこういう最善というのがあったんだなというふうなことを分からせていただける、まあ、それがねあります。ですから最悪を受け入れないとそこにはいかないね。やっぱり最悪っていうふうなことを神様の御心はこうなんだなというふうに受け入れて、じゃあその方向で行かせていただきましょうという時にね、それはもう自分の思いを、もう思いをはるかに超えたね、もう自分なんかとってもできない、そういうふうな祝福のもといとなった方々はもう工場教会の中に何人もおられますよ。まあ一つの例としてね、山形で石山さんというような方がおられますけれども、まあ、ここでも何回かお話したことありますけれども、彼自身もここでお明かしをしました。脳内出血になってね、もう体がもう半身もう動かないというふうな、そういうふうな危機でも一生懸命リハビリそうやるわけですよね。で、まあ、日常生活お仕事ができるくらいまでもう頑張って回復なさったわけですよ。でもね、もうなんでこの体の機能がこういうふうに失われるのか、実際今でもですよ、今でも体のしびれがあったり、それから季節の変わり目っていうのはもう本当に原因不明の不調に悩まされるんですよ。そういうふうな中でありながら、でも神様を明かししてこの場で多くの人の励ましに彼はなったわけなんです。で、私もね、同じ内容のことは喋れるの。彼からその証の原稿をいただいて読むなんていうふうなことはできます。で、理論理屈分かってるから、そのことをねちゃんとお話しするっていうふうなことはできるんですよ。でもね、実際に思い通りにいかない、ね、もうしびれがある、そしてねもうつらい、そしてもう思うようにいかない、失ったものもある、そういうところを通した人が語るのでなければ伝わらない人たちがいるのよ。丸山先生から聞いても何にも感動しないけど、あの石山さんが語ったからスーッと入ってくるっていう人いらっしゃるのよ、ね、そういう苦しみを経て、実際に経て、そしてその中で神の御心を探し求めるっていうことを捨てないで、そして、生きてるっていうその姿、その実態ね、その実態を通して語られる言葉、それによって人っていうのは生かされていくわけなんですね。ね、ですから皆さん、今日私はそのね、最悪受け入れろってなんか脅してるっていうわけではないんですよ。そういうことではないです。ね、一生懸命頑張っていただいて、それでいいんですよ。でもね、最悪と思える現実っていうのは確かにあるんです。で、そこを神様のこれどう考えても僕は逃げられない御心なんだというふうにして受け入れていくときに、まず悩みはなくなるね、消える、うん、問題は残るけど、問題消えなくても悩みは消えますよ。で、そこから先に神様の最善というのが見えてくるんですね。終わりは始まり、それはもう祝福のスタートだというふうなことを覚えて、また今晩もね、ご一緒に祈っていきましょう。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、感謝します。マリアがイエス様の死を拒絶するのではなく受け入れて、その最悪の中で自分ができる最も良いことを成していって、
それが最高の行為であるとイエス様から褒められたように、私たちもこの人生の中で最悪を味わいます。でもその最悪のただ中でそれを神の御心として受け入れ、そしてその中にあって共に神の最善を見出そうとさせていただく、いただけることを感謝をいたします。どうぞお一人お一人が神の霊に導かれて、祈りの中で神の最善へと到達することができますように。しばらく神の御声を聞くひとときを持ってまいりましょう。